表参道のアリューさんっていう、中古の販売と買い取りと、をしてくれるっていうお店にちょっとお邪魔しに来たんですけれど、でこっちの子が3万5千円、うん、なんでそっちの方が高いの？お色味です、あ、よろしくお願いします。もうね、こういうとこ来ると、こういうとこっていうか、あの普段そのお店とかね、あんまり来ないの、はい、大概いろいろなものをネットで買っちゃったりとか、あ、なるほど、はい、こういう実際のお店とか来るともうキョロキョロしちゃって、すいません、いろんなことを考えて、はい、いろんなことになっちゃって、はい、よろしくお願いします。まず1階に関しては、うん、シャネルの丘場をメインに、すごいですね、はい、アクセサリー類だったりとか、ジュエリーを置いてますので、ぜひ、みんなこんなにいらなくなっちゃうものがあるんだねお店に来る方の年齢層もバラバラですか？そうですね、年齢層、まあでもやっぱり40代、50代あたりがメインの層にはなってくるのと、海外のお客様が非常に多いですね。売りに来る、買いに来る、買いに来る、あ、はい、そうですか、だからさ、私ぐらいの年齢になってくると、そうなんだよね、急に何だろう、昔持ってて、昔好きで使ってたものが急に似合わなくなったりとか、うん、もうこういう感じじゃないものがいいなって思うようになったりとかして売るっていうのがあるかもしれない。なるほど、なってる、大丈夫、ね、これこんなちっちゃくないの？そうなんです。その子はあのちょうど今人気のモデル。そうだよね。普通の大きいのあったんだけど、はい、そんなちっちゃいのもあったんだ。どれが一番レアなの？この中が割とスタンダードの揃えているんですけれども、うんうんうん、この子とかは、まあ、レアというよりは非常にお値段が張るものというか。これ？はい、お値段が張るっておいくらなの？失礼します。はい。それがこれとは違うの、お色味がゴールドの金具なので、うん、やっぱりシャネルはゴールドの金具の方が、そうですね、値段が張るんだって張るんだろう、今目を大きくしてたね全然想像つかないね、え、そうだよね、いくらだった流してゴールド一つで115万5千円でございます。115万5千円、はい、本来だったらいくらぐらいですか？今定価も近しいお金額まで上がってきているので、あ、そう、この子がですね、うん、年式が非常に前のものなんですけれども、うんうん、そこまで金額が上がってきているというか、へー、前の子なんだ、はい、20年30年くらい前の子、綺麗だね、はい、すごい、じゃあさ、こうやってさ、ゴールドの方がって言われるとさ、じゃあゴールドの方がって見ちゃうよね。なんかシルバーじゃなくてとか思っちゃうね。これはこれ、これ。この子も、うん、いくらだった？はい、この子も117万7千円。え？さっきのより高いじゃんね。あれはさっきのはレアだったのか。この子はですね、うん、比較的新しいものになりますので、うんうんうん、少しだけこっちの方がお値段か。これカジュアルだよね。そうです、ね、あ、だからシルバーの金具の方がカジュアルな感じ、うん、あ、でもこれかわいいじゃん、これ、うん、これかわいい、すごくかわいい。ピューって手に持ってもいいの？あ、もちろんです、もちろんです。これはおいくら？はい、これ52万8000円です。こっちは何？ブランドのジュエリーを。すごい、なにこれ、高そう。もうすっかりアップルウォッチになっちゃって、昔は時計が好きだったな。綺麗だね、ジュエリー。あんなさ、メガネ、サングラスとか私がしてきたらびっくりするでしょ高岡さん、どうしちゃったんですか？どうしちゃったんですか？シャネルが多いです。シャネルが多いですね。そうですね。こちらのフロアはシャネルがメインになってまして、珍しいのだと、あそこのハートのシャネルのカバーが珍しいですね。これ可愛いの、やっぱり。可愛いですね。うん、なんでこれ、この、まあまあ、このちっちゃさの割に重いね。これは開けてもいい？もちろんです。あ、
お財布として使えるのかな。そうですね、あの一緒につけたりされる方もいますね、ストラップ別でつけて。こうやって、はい、へえ、すごいね、お金持ちのやることはすごいね。お金も行かせていただこうかな。エルメスのフロアだって、こっちから。最近もうこういうあのバケットタイプのバーキンは流行らない。あ、そうですね、見ないよね。はい、私はあれが好きなんだけど、今だってやっぱり主流が25センチだったりとか、ちょっとちっちゃいもの、うん、あ、そう、ちっちゃいのね、はい、やっぱりグレーかわいい、ね、グレーかベージュか、あ、これかわいい、ですか、うん、すごくかわいい、なんか上品で、上品なんだけどなんか主張があるみたいな。これはいくら？はい、300いくらとかの、178万2000円。178万、へー、すごいね、すごい値段だね。見て、本当ですかっていう値段だよね。車は全然買っちゃう。本当だよね、こんなちっちゃいのにね。この間久々にそれこそジェーン・バーキンさんがお亡くなりになったじゃない、はい、だから、あ、そうだ、バーキン出して持ってみようって思ったら重かった。こっちはびっくりしちゃうやつ。あ、ありがとうございます。すごいね、これ、これかわいいね。マンションクラスすごいよね。ずっと持ってから離せないよね。そうですね。やはりお持ち込みされる方も、使ってらっしゃらないことがほとんどなので。そうだよね、はい、でも、思うんだけど、何でもやっぱり使ってあげないと。あ、でも分かんない、バーキンっていうのはまた違う価値で持ってる人たちが多いんでしょうけど、でも買うなら、持つならやっぱり使えるものを持ちたい。だから、うん、これはちょっと値段がちょっとあれなんだけどさ。でもそう、だからさっきのジェーン・バーキンさんじゃないけど、ガシャガシャ使いたいよね、うん、だから私のバーキンなんて見せられない、ガシャガシャしちゃって。今って中古の方が逆に値上がりするというんですか。バーキンだったりケリーとかはそういったことがございますね。そうだよね、はい、でもなかなかバーキンもね、本当にさっき言ったように手に入らないからね。そうですね、店頭でも買えなかったり、ね、お好みの色がなかったり。そうなんだよね、そうなの、本当そうなんだよね。だから、だからこういうところに買いに来るんだよね。あるかもしれないので、はい、そう、昨日家でこのエルメスのあのルーペがついてるやつがあるんだけど、昔昔母にあのプレゼントしたルーペを見つけて、昨日ずっと首にかけて、これすごい使えるルーペ、いわゆるルーペなの。そう、だからまだ老眼ではないって先生に言われるんだけど、でも疲れてくると目がほら見えなくなったりするじゃない。そのルーペを出してきて使ってたよ。エルメスの、そう、エルメスのルーペなんてあるただ単純に紐がエルメスだっていうだけで、でもなんかそのルーペのこれくらい大きくて、なんかアンティークみたいな感じで可愛いの、あんまりわかんないでしょ、あんまり見ないです。そうだよね、すごい昔だと思います。きっとね、すごい前だから、だってそうだよね、だからすごい前だ。買い物行った時にはあんまりこうやってうろうろ見ることがなくて、ふわーって見た中で、あー、かわいいと思ったらすぐそれを買っちゃうみたいな、うん、ね、こういうお店は出会いだから。そう、ある時は、あ、絶対これがかわいいと思うっていうのは、そういう、なんだろう、直感で買い物することが多いかも。目のように、ありがとうございました。